んにちは、小林千夏です。知ってるよね、私も知ってる。はい、エレガンスマダム千夏のエア始まりました。こちらはシャナナ TV より世界へ発信しております。今日もお腹から声出して元気な小林。この番組は私エレガンスマダム小林千夏が縁の下の力持ちを存分に生かしたスペシャルなゲストをお招きし、あんなこんなことも根掘り葉掘り聞いていこうと思います。いいですか？はい、わかりました。じゃあそれでは恒例のいきますよ。いきなり鹿児島弁講座。いいですか？もうそろそろノートにメモっていかないと、文章みたいな長くなってますけどね。参りたいと思います。本日はね、本当にすっごく簡単。参りますね。なんかね、失敗するとすぐ吸う癖があるの、ごめんね。本当に鹿児島弁で申しますと、ほんのごてすみません、今日もちょっとハマりそうになりました。本当に鹿児島上で申しますと、ほんのごて言葉がおかしいのか、私の顔がおかしいのか、最近ね、そこちょっと分析し始めたんですけど、多分あの言い方でこの顔だから面白いんでしょうけどね。じゃあ皆さんいきますよ、せーの、ほんのごて。ほとんど私映ってないじゃないですか、これマイクの前に行きすぎて。こういう感じになります。これ文章的にするとテストで100点取ったよ、本当にっていうことを言いたいんですね。テストで100点取りました、本当って。テストで100点取った、ほんのこんな、ほんのこてが濁ってこんな。テストで100点取った、ほんのこんな。もうね、日本語じゃない、もうわけわからなくなってますけどもね、私も言いながらです、やっぱり最近しっちゃがめっちゃがになってますけどね。いや、まだまだ鹿児島弁ね、ご紹介できるのたくさんございますね。本当に辞書できるんじゃないかなというふうに思いますけれども、ね、皆さんもノートにメモってくださいね。よろしく。皆さんお帰りなさい。ねえ、CM、こんな CM だった。あなた、あ、もう言わなくてもいいですね。もうね、また見てください。それでは早速ゲストさんを呼びしたいと思います。こちら。もうなんかね、あそこで倒れそうな顔してますけど、こちら。みたいなね。いきますね。ミナのゼンタロット、ゼンタロットセラピスト、セラピスト、松本美奈子さんです。どうぞ。よろしくお願いします。あなたも、はい、なんかよそ行きで出てきたけど、はい、ね、ほんのこんな、はい、ね、はい、ほんのこんなでもうね、大変なんですけども、ね、本日はありがとうございます。いや、みんなの全体のね、タロットのセラピスト、タロットって知ってます？なんかカードっていっぱいあるですね、でもなぜ、もう率直に冒頭からですけど、なぜゼンタロットなのっていうところです。はい、うん、ただ私が先生がイベントに出展してらっしゃるところに、うん、たまたま美奈子さんで先生、はい、はいはい、行ってセッションしていただいて、はい、がもう始まりですね。その時はお客さん、お客さんでセッションさせていただいて、していただいて、はい、それから何、すぐお勉強始めた感じですか？いや、もう1年ぐらいはあったと思うんですけど、うん、すっごい気になって、あ、なんか、
はい、先生の川岡美希さんが話されるメッセージの物腰の柔らかさだったり、こう包んでくださる、でもカードから出てるメッセージっていうことで、すごいゼンタロットもそうですけど、多分川岡美希さんに私は吸い込まれたような感じで、はい、それあるよね、はい、何でもそうだと思う、勉強教わるのでもとか、ちょっと角度違うかもしれないけど、相談するのでも同じこと言うのでも、自分がこの人と思った人の方が ね、うん、ねっていうのと一緒、はいはいはい、確認しましたけどよかった。それで取得をされまして、はい、で今どれぐらい、この9月で2年目です。はい、9月でもう2年だめね、はい、1年経って2年目と途中です。ごめんね、2年目と2年っていう計算ができなくてごめんよ、もうこんなもんでね毎回。そうなんですね、はい、もう延べだいぶあれもうセッションが、そうなんでしょう、数えたことはないです。そうだよね、そんな、まあ、人をね何人やったから偉いとかすごいとかいう、なんかこのつながりなのかな、やっぱりクライアントさんの心を癒す、現状を伝える、そうですね、現状を伝えますけど、多分、はい、潜在意識がご本人でカードを引いてもらうことで、はい、自分で自分で自分を確認する作業ができるので、ただ私はメッセージを伝えるだけで、うんうんうん、自分で自分を知っていただくっていうセッションになると。なるほど、はい、そうか、じゃあ、まあ、そのカードというのがあるので、自分のその絵を見て分かりやすいとか、うん、そうですし、はい、ちょっと写真出します。いきます、はい、せーの、じゃん、これです。え、カードですよ、ふわっと並んでると思います。このようなカードが出てくる感じなんですね。まあ、これはほんの、はい、全部で何枚あるんですか。全部で79枚。79枚、なんでなんで、なんででしょう、ね、いいです、うん、そこ流してくれるのでびっくりしちゃったみたいな感じですけど、そうなんですね、うん、79枚、まあ、それもなんか辿っていけば意味ありそうで面白いね、あ、はい、あ、はい、気になる方はネットで調べて教えて、ね、お願いします。そうなんですね、このようなカードは1枚1枚にいろんな意味が入ってる。ほうほう、覚えられるの、うん、単純にね、79枚を暗記して人に伝えるってって思ったら、うん、まあ、それはそうですね、お仕事されてるんですからね、はい、でもやっぱり好きなんでしょうね。そうなんです、はい、やっぱり好きじゃないと何事もできないんじゃないかなとは思うんですけれども、でこちらのカードを使いまして、はい、どんな感じでセッションをまずするんでしょうか。どんな感じで、はい、じゃあ私がお客様です、はい、でそしたらまずどうするの、どんな感じで、まずシャッフルをしていただきます。ご自分で切ります、はい、うん、で私がそれをお預かりして、はい、渡してこうバラッと、はい、じゃあ次の写真いきましょう、はい、せーの、じゃん、ここが今スッとマジシャンのようにスッと出したところがありますね、はい、今手がスッと出てますけど、はい、私がカード、お客さんです、カード切りました、で皆さんします、はい、ひなこさんがシャッと広げた中を、はい、じゃあお好きなものをというか、はい、もう全部引いていただきます。引いていただきます、その見られたい内容によって引く枚数というのは違うんですか。かもしれないですね、はい、イベントでは枚数決まってますけど、また、あ、そう、はい、もうこれって決まりはないんだね、はい、いろいろあるということで、うん、イメージっていうか、まさにこの写真の通りにここでパッと1枚撮ってます、まあ、それが細かいことまでしますと、そのカードがまっすぐ向いてるのか、逆さで出てきたのか、もう横ってことはないですね、上限で出てきたによってまたなんかいろいろ違うんですか。私の場合は関係ないです。あ、そうなんですね、はいはい、そういう場合もある人もいるかもしれない、いるかもしれないですね、セラピストさん、はい、はい、はぁ、はい、なるほどですね。でもまあ皆さんこのね、思うのが結構絵が綺麗なんだけどちょっとドキッとする絵だったりする場合で、もうまず惹かれた人ってドヨンってしてますね。そうですね、びっくりされる、うん、こんなの言えば、はい、こんなの出ちゃったっていう言葉で言わなくとも表情に、はい、でも、うん、自分の胸の内にあるものが全部カードに出てくるので、はい、
もうフフフって笑ってはったりとかだよねみたいな。あ、はい、そうなんですね、はい、すごいね。だから本当に、タルトで断面的な今を見るんでしたっけ、ね、今の状態ですね、はい、なのでもう今まさに、じゃあ私がお腹すいたなと思ったらちょっと食べ物食べなさいというカードは出ませんけど、例えて言えば、ね、はい、そんな感じのものが出てくるんでないかという感じ、そんな感じ、ちょっと例えがね違ったと思います。ちょっと声の方を変えてみましたけどごめん、ごまかしてる失礼いたしました。そうなんですね。でセッションをしてます時の、松本美奈子さんの表情いきます、せーの、じゃん、最高じゃん、このスマイルね、スマイル本当にいつお会いしてもフェイスブックね、つながらせていただいてあげられる時のお顔も本当に作り笑顔じゃなくて、本当に私楽しいんですっていう、もうここから出た笑顔なんです。なのでこのお写真も本当に作ってないよね。で私は美奈子さん知る限りの中ではそういう風に思うんです。どうでした？なんかそのセッションをしてる時に撮影をされる、うん、はい、とか、その普通にイベントで出てもいろんな人が写真撮ってくれてるっていう時の自分の顔に、あ、こんな笑ってるんやとか、あ、そうか、そうか、はい、なんか自分の方が楽しんじゃってるんかなっていうのも、その写真を見て感じたりします。でもそのクライアントからすると本当に、まあ、占いと一緒にしちゃいけないかもしれないですけど、こうなんかいかにもあなたが出たカードはこれはね、こういうことなのよみたいなのないですけどねそういう感じだったらもう仰々、うん、しいというか、カードが出たらどんよりになるけど、うんうん、いやこれ出てるけども、うんうん、こういう意味でこうするといいんだよみたいなことを言っていただけると、クライアントさんはもうその出た瞬間の不安よりも、パッとで聞いた美奈子さんからのお言葉の方がぐっと心に残って、あ、頑張ろうとか、あ、開けてんじゃん先っていう風に、うん、いただけるんじゃない。それは思っていただけるとすごく嬉しい、ねね、で一言いいですか、黄色似合いますねありがとう、黄色、カーベガン、カーテガン、ね、はい、本のごてへ似合うねっていう感じになりますけどねもうところどころ鹿児島弁ですけど、はいはい、申し訳ありません今回流れてない回の鹿児島弁もいいかもしれませんけどそこはお許しくださいいやと思うんですよね。で今のこちらのお写真はね、もう本当プロの方に撮っていただいてますけど、はい、まあ、通常のイベント、あの美奈子さんに会いに行きたい方、このような顔でセッションされてます。美奈子さん、せーの、じゃん、はい、来た末端ニコニコチャンクリンでチャンクリンとか言いますよね。いやでも本当に楽しそうですよね。なんか、うん、なかなか、うん、その初めて会ったり、うん、そんなに長く付き合いもしてない人に、うんうん、自分の胸の内を話すってなかなかないじゃないですか。それをこのカードを使って話してくださることがすごい嬉しいし、楽しいなって、楽しませていただいてるというか、はいはい、はい、で、そのセッションの方法といたしましては、対面と何がありますか？対面と電話です、はい、電話、はい、はい、電話です、はい、電話でもその時間っていうのは区切られてるんでしょうか？はい、何個か候補を挙げていただいたら、はい、対応させていただきます。そうか、はい、でもなんかこういうカード系ってさ、一つで収まらなくない？まあまあ30分のセッション、まあ、カードを5枚引きますって決まってても、あ、もうちょい、この先もうちょっとっていい意味でのよくよくしさが出てくるので、はい、ね、そこはちょっと実際ね、テルの場合でも対面の場合でもちょっとお時間長めに取っていただく方がいいのかしら？そうですね、うん、もう9月からは1時間っていう時間、あ、なるほどなるほど、はい、今までは30分枠とかあったんですけど、あ、1時間、もうちょっと長く私がしたいなと思って、うん、おー、なんかこう今月から変わってるんですね、はい、そうです。お友達と話すように、はい、うん、私もこういうぐらいこのむにゃむにゃっとしてたりとかするので、そういう感じで、うん、一緒に楽しむ会話として、はい、カードを通じて喋るっていうような時間にしたくって、ほうほうほう、時間を長く取りました。なるほど、はい、では唐突ですが、ちょっと
ここで私シャッフルして1枚カードを引いたっても引いたってもいいですか？はい、引いたっても、はい、引いたってもいいですか？ね、予定にないこといきなり始まるから、ね、多分あの美奈子さんの方が、はい、そんなこと聞いてませんみたいな感じになってますけど、はい、はい、これをシャッフルしてください。はい、こういう感じですか？はい、何回とか、もう全然自分で昨日そのまで、はい、明日までやっていくんです。困ります、困ります。でこれを、まあ、クライアントさん切りました。はい、はい、じゃあ渡しまして、ここで、もうここで、あ、そうですね、はい、さっきのあのお写真出したみたいな、はい、今扇状にバーとカードがなってます。はい、じゃあ私が1枚取ります、はい、左手なんです。あ、左手すいません、はい、すいません、あのこれって言ったら、はいはいはい、あ、なにこれ、一見怖いカードなんですよね。待って、私が行かなければカードだけない。こんな感じさ、一見怖い、まあ、そうって思われるカードです、ね、はい、人の手の中に、ご説明して、私難しいな。なんかね、うん、この子宮とされてるんですよ。子宮、うん、その子宮を守ってる、支える手って両手があって、はい、トカゲもいるんですけど、うん、もう今までと同じようなことを、うん、パターン化してることを、うん、もうできてるから次の違う道を選んでいいんだよっていうカードです。すれ笑ってますね。はい、ですよね。ですよね。ちょっとびっくりで、はあ、この下の方たちもそれを、そう、なんかそのなんか言ってるんですね、はい、パターン化してるっていうのも、うんうん、自分の無意識レベルやったり、全然知らない、もう過去性、過去性っていうカードなんですけど、前世とか、おうおうおう、それはまだ知らないことの、うん、あの繰り返し行われてることがあるんだったら、うん、もう違う道を選んでも大丈夫。もう旅に出ます。出てください。もう旅に、ね、旅に出たい気分。なるほど、まあ、そういう感じでされていくということで、はいはい、今先ほどお話しした一瞬ね、一瞬ちょっとおっと思ったんですよ、うん、はい、でもこの美奈子さんの分かるスマイル、本当の心からのスマイルと、そうじゃなくてこういう意味だって今お聞きして、今実体験しました。はあ、これかというね、はい、なるほど。なんで知ってんだろうね、なんで知ってんの、そんな、なんで知ってんのって、まあ、カードで聞いたところでもあれですけど、そうなんだね。千夏さんが、はい、自分で、うん、自分にあげたメッセージ、分かりやすいね、はい、あれあるとね、はい、そう、おい千夏頑張れ、頑張りますみたいなね、はい、自分の中で AB の千夏がいるみたいな感じですよ。そうそうなんですね、はい、すいません、ちょっとこれも下がってきます。ちょっと上げていいでしょうか。すいません、あまりにもうなずきすぎまして、下がってきます。ちょっと整えますね。失礼いたしました。そうなんですね、いや面白い。で、まあ、これで、ね、1枚の場合もあれば、まあ、その今と、過去と未来ととかいうのは3枚4枚とかいう形で引く場合もあるんですか？そうですね、一番最初にこう1枚引いてもらうことで、はい、うん、今自分が置かれてる現状とか、うん、はい、そこにどう向き合っていくかっていうテーマがまず1枚あるんですね、はい、その1枚に向かって、はい、そこにどんな自分の本音があったりとか、はい、本音のカードと外側を覆ってる分のカードだったりとか、はい、おう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 、違うのよ。なんか最近これが流行ってますから、私の中で。そうなんですね、はい、いやこれは面白い、はい、面白い、面白いんです。いや本当だよね、ここになんかお笑いに行った方がいいですとかね、そういうことはないですね。ないです。いきなりあの余計なこと言うとメガテンになってます。そんなの聞いてないし、ね、聞いてない話しますみたいな感じです。じゃあ次の写真行きましょう、はい、せーの、トゥフルルじゃん、こちらです、見て。私が松本美奈子ですみたいなね。もう素晴らしいでしょ。このお写真はね、あの私が出したかったんです、ね、なんかね、Facebook つながらせていただいてて、あのプロのフォトグラファーさんに撮ってもらってね、はい、あのなんか何枚かあったんだよね、はい、でももうこれが一番良かった、ご自分でもすぐ書いてらっしゃったけど、はい、いやこれいいですねって言って、もうこれそのまんまだと思う、もうこのイメージのまんまあってほしい、ありがとうございます、というふうに私は思うんでございますけれども、いかがなもんでしょうか。はい、そのまんまいます。ね、
さっきから言ってるけど、うん、黄色似合うな。黄色のカーディガン。なかなかイエローを着こなせないと思いますけどね。なんかその前回あのグレイサンサアンサーという方がね、その色にもその波動があるんだよっていうことがあるので、なんか体内波動と合うのかな。余計なこと言っちゃったらね、あとでね、違いますって文章来そうでもね、あの、まあ、ほどほどにしときますけど、そうなんですね。では皆さんいきますよ。最後の画像は前代未聞です。エレガンスマダム千夏の部屋始まって以来、ごめんなさい、スマートフォンで見てる方はちょっと対応できないかもしれませんが、いきますよ、せーの、じゃん。QR コードです。もうね、もうだってこれせっかく作ってくれたからあげたいなと思って。あの後でね、あのお問い合わせ先のテロップも出しますけれども、もう QR コードが早いんじゃない。なのでちょっと私たち2秒ぐらい橋に寄りましょう。せーの、はい、1、2、あ、行きましたか。皆さんこれで QR コード読めましたか。で全然被ってなかったりしてね。いや、わかんないですけど。いやいや、すごいですね。なので iPhone はあの QR コード読めない場合があるので、あのソフトをダウンロードしてパソコンでこれ、この回の再放送を見るときのこの時間にはこれ準備してね。分かった、ね、でこれすると何、ブログにつながるんですか。ブログつながります、はい。まあ、ブログということなんですけど、お問い合わせ先は、どちらでよかったでしたっけ。ブログの方にも申し込みフォームつけてます。お、素晴らしい、はいはい、Facebook ページの方も、はい、予約するボタンって言ったかな、なんかボタンあります、うん、はい。で、お問い合わせは、松本美奈子タロットでいい、はい、松本美奈子タロット、こちらで検索ね、はい、検索キーワード、まあ、これが見れれば出ると思います、はい、こちらに出てるかな。で出てなかったらエンディングで出ます。いや、わかんない、後で出るかみたいな感じすいません、もうちょっと嬉しすぎちゃって、なんかね、カードが出たことに若干動揺してます。小林夏、大丈夫でしょうか。大丈夫でした。大丈夫。いや、すごいですね。自分のこともこう見たりする。もちろん、はい、へー、やっぱりそれ力もらったりとか。そうですよね、はい、あります。もうここに来るのもすごいドキドキするので、朝一番引いてきたりとか。あ、はい、うまくいくだって出たでしょ。はい、ね、挑戦すればいいよ。うん、断れないからねみたいな感じですけどね。いや、挑戦する。でも 何事もさ、ドキドキしたりすることってその後自分の自信になるよね。でちょっとずつこう大きくなれるっていうかな、自信がね、はいはい、なってくるんじゃないかな。そう、なんかやることが全然変わってないことでも、うん、そのカードを通して自分を知ると、うん、前提が変わると思うんですよ。同じやってることは同じでも、なるほど、はい、うん、そうやって行きやすいかな。でも本当手軽に気軽に、ね、うん、行けると思います、はい。手振っちゃう、はい、私松本美奈子、あ、私小林夏、松本美奈子いや、もう本当に松本美奈子さんすごいですね。素晴らしい。ありがとうございます。全タロットってすごくない？いや、本当すごいと思うんですけどね。本当さっきの動揺がね、これ CM 開けてもちょっと心の中がザワ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 ってしてるかな。わかんないわかんない、もう前に進もうって感じですけども、何かをね、まあ、そこにこだわらなくて何かに変われってことだから、髪型変えるとかね、そういうことじゃない。そういうことで撮ってもらったらもうそれが答えやと思います。そうですね、はい、なんかね、さっきもね、ちょっと収録始まる前に、うん、髪の毛どうしようかなとか言ってね、うん、あのなんだ、トカサってなんだ、なんだ、トサカ鶏のトサカかっていう話もしながらね、みんなで盛り上がってたんですけども、
で、美奈子さんデンタロットでイベントの方も出展されますよね、はい、ここにテロップ出てると思いますけれども、10月24日、はいはい、どちら、市場縄手大阪府市場縄手市になるんですけど、はい、まんまるスマイル、はい、古民家マルシェおで、グリーンガーデンさんで、はい、古民家さんなんですけど、はい、すごい素敵な空間で、はい、こういう絵だって古民家と合うね、なんかね、はい、ね、なので皆さんまずブログの方に行っていただきまして、松本美奈子タロット、はい、でね、すぐ検索していただきましたら確認できます。個別のセッション対面セッションも OK ですし、はい、電話も OK です。なかなか動けないという方もね、はい、ね、それかまず本セッションに入る前にプチセッションでイベントの方に、はい、どんな方かなってやっぱりクライアントさんも気になるからね、はいはい、見ていただいてっていうのもいいんじゃないですか、はい、カドでも無料で1枚引きっていうのも受け付けてます。それはブログの方を要チェックですね、見ていただいた方がいいと思います、はい、でももうちょっとで終わりなんだけど、はい、どうでした？番組もうちょっとで収録終わるけど、はい、早かったねなんか今日朝フェイスブックでいろんなところからいろんなものが出そうっていうなんか謎の言葉書いててコメントで私は出るかもって言ったんですけど、いや何が出るのかさっぱりわからないですけども、どうなんでしょうね、ね、わ、はい、からないですけどね。いや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 、あと1分かな、あと1分あるのかな、うん、わかりません、なんかこっちの都合のこと話してますけども、そうなんですね。でちょっとエンディングの言葉があるので先に申し上げますね、はいはい、本日のエレガンスマダムちなつの部屋いかがでしたでしょうか。ちなつの部屋ではちなつへの質問、目撃情報などなど皆様よりメッセージにてエレガンスマダムちなつの部屋 Facebook ページにて受付中ですよ、ね、今日なんか途中でねいろんなハプニングもありながら前やら後ろやらね楽しい、はいはい、いろんな意味のドキドキがある、はい、この見えないところで何が起きてるかっていうのをゲストさんとか私たちの表情を見ながらこう受け取っていただきたいと思うんですけれども、本日は、ゼンタロットの松本美奈子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。バイバーイ。